きチャンネルジョッ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、6月10日金曜日に行われた、はい、楽天対巨人戦、うん、袴田さんの、はい、始球式の反省会です、はいはい、解説席から、はい、いましたけど、はい、まあ見てないんですけどね。見てないんですか？いやだってその時は、はい、番組上、うん、その楽天と巨人の紹介、最近の戦いとかの、はい、V が流れてて、俺それコメントしてたから、はい、お浜さん始球式行くんやと思いながら、はい、そっちも佐々木さんこう最近の戦いはあ何とかんとかでとこってたら、はい、終わってたわ。あ、そうですか、うん、いや私佐藤さん見てくれただろうなと思ったので、試合が後で見て、そう、うん、終わってどうだったよとかくれるかなと思ったら、あれ、うん、来ないな、あれ見てない、 そんな暇じゃないしね。あ、 そうそれはもう今日よ、反省か。そうですね、はい、うん、ちょっとコメントお願いしたいと思うんですが、うん、でもちょっと佐藤さんなんか今日こうお疲れ様です、うん、入ってきた瞬間に思ったんですよ。黒くないですか？黒い。私昨日も収録で会ってるんですけど、うん、なんか昨日に比べてやたら赤黒くないですか？そう、うん、そうなん、ここ、あ、ここもめっちゃ焼けてる。そうなん、何してきたんですか？うん、ゴルフあ、今行ってきたんですか？そう、3、朝8時から、はい、36ラウンド、はい、だから2ラウンドして、うん、今日、はい、ストイックに2ラウンド。だからもうだから日焼けしてるかもしれない。そう、いやでしょうね、昨日より黒いですもん。だから2ラウンドしてきて、はい、ここに来て、うん、もう体力の限界で、はい、で寝たね、車の中で30分。あ、そうですか。で、回復しました。うん、だから今ぼーっとしてる落ちてくださいちゃんとチェック。でもちょっと今もう細胞が疲れてんのよ、はい、筋肉と、うん、もう細胞が。そうですね、30、この炎天下の中、うん、36ラウンドするか。もうしかも休憩もなし、スルーでよ、スルーで36ラウンド。いや、するかってご自身がされたんですよね。あ、そうそうそう、うん、しかも今日、んで、あとこれやって、はい、この後プロ野球ニュース行くっていう。今日行くんですか、この後？行くよ、もう夜中の12時まで仕事よ。ちゃんと栄養取ってください。栄養いるね、はい、っていう時によ、はい、今日、うん、最高の商品を皆さんにご紹介するっていう、はい、だからタイミング良かったね。そうですね、今ね、人生の中で今の俺が一番欲してる商品が、はい、今目の前に、はい、あるだよ、はい、だからそれがね、なんと、はい、バルクスホエイプロテインっていう、うん、あ、プロテインですね、これです。おお、プロテイン、はい、抹茶、うん、バナナ、はい、いろんな味があるらしい。おカフェオレ、カフェオレあんだね、初めて見たよ。へー、ヨーグルト、おで、うん、チョコレート、はい、チョコレートね、うん、よくあるよくある、はい、いいやつ。なんこれ、レモネード、あ、ね、なん飲みやすそう。はじ、プロテインでね、レモネード初めて見たよ、はい、え、まだあるんですか？杏仁豆腐杏仁豆腐初めて見たよ。そうですね、うん、私もないな。んで、ベリー風味ね。あ、いいですね、ベリーはもう女子は好きですよ、絶対っていう、なんと、はい、Amazon プロテインランキング1位です、はい、すごい、早く飲んだ方がいいですよ。しかも、うん、楽天でも1位です、はい、すごい。だから今俺、はい、もう今俺が体を欲してるのが、うん、プロテインだからちょうどいいのよ。う、ね、もう多分細胞も壊れてるから、はい、それ36ラウンドしてきてるからね、はい、でしかもよ、うん、これ、はい、溶けやすいらしい。へー、すぐで美味しさを追求して開発された、はい、タンパク質が 77% も含まれている、うん、あ、今の俺に言ったんです。そうですね、もうタンパク質、うん、もう壊れてるからね、はい、36ラウンド朝からずっと5時間ぶっ通し、はい、で、ホエイプロテインと、うん、ソイプロテインの2種類があって、うん、味も8種類ね、今言ったのがあるわけよ、うん、しかも、ね、トレーニング時や日々の栄養補給など毎日の生活をサポートしますと、はい、ホエイプロテイン 100% 使用、うん、追求した美味しさ、さっと溶けて飲みやすい、うん、低価格を実現、はい、フレーバーにとことんこだわり、水で美味しく飲める味を追求しました。そう、水で飲めるって重要なんですよね、うん、独自の配合で溶けやすさを実現、泡立ちや粉っぽさを抑えました、はい、粉っぽいやつあるからね。ありますね、うん、まあ、俺のもうちょ学生の時は、はい、もう粉っぽくて、もうあの薬と思って飲んでたからねもう我慢で、味とかもうようわからん味だったわ、ほんま。え、でもプロテインって、うん、その美味しいです、これは飲みやすいですよって言ったところで、うん、飲んでみたら、あ、やっぱなんかこう、そうだっていうのあるじゃないですか。でも浜田さんも、はい、プロテイン飲んだ方がいいで、うん、そんなワンバンしてるくらいなんやから、うん、マジで。そうですよね、うん、はい、で、はい、毎日飲む
ものだからこそ続きやすい価格で提供してます、はい、まあ、大事ですよね価格も、うんうん、え、だまず飲んでみましょうよこれ溶けやすい、うん、ちょ何飲みます、何がいいですか。私カフェオレがいいな。カフェオレ、はい、休憩じゃねえんだよっていうね。いやいやいいじゃない、休憩にも飲めちゃうぐらい。あ、これカフェオレだ。俺はじゃあ、うん、どんなものかのレモネードにする。あ、いいですね。レモネードだってレモネードだよ。レモネードだもんね。レモネードだよ。プロテインでレモネードできんの。いや私もやっぱレモネードかカフェオレがいいなって思いました最初。2杯ね、2杯、はい、2杯結構だね、うん、私ちょっといろんな味飲んでみたいからちょっと少なめで作ってみよう。2杯1杯ですけど、じゃあで水200から250。色は一緒だね。ちょっと濃い、ちょっと濃いね。カフェオレですから、うん、カフェオレ色。じゃあどうぞ。すごい勢いで味わってます。レモネード。レモネードだよこれ。これいいんじゃないわ。え、あ、じゃあすごい飲みやすいですね。ほんと普通のレモネード。こんなごくごくプロテイン一気する人初めて見ました。後味もプロテイン入ってんですよね。うん、あの奥の方にホエイ感がほんのりある。あります、奥の方にね、うん、でも、うん、爽やか、後味が爽やか。へぇ。じゃあちょっとカフェオレ、めっちゃ美味しいわ。なんかカフェオレ味とかは違うの飲んだことありますけど、うん、なんかカフェオレ風味でプロテイン感強いのがあるんですけど、うん、めっちゃサラッとしてて粉っぽくもないし、あとね残ってないのよ粉が、うん、ない、そうない、あのひっついてたりすんのよ、うん、あの、あ、こうそことかに、うん、でもそれは全然、え、びっくり、このあの中の球体のやつにも何も絡まってない、うん、本当に、え、すごい。ちょっと待って1個じゃ俺は認めんで。超飲みやすい。じゃ続いては、はい、じゃチョコ、チョコとヨーグルトが人気らしいんですよ、はい、私ヨーグルトなんか爽やかそうですね。チョコで、うん、あの普通のお店に売ってるあのチョコレート、うん、あのドリンク、普通の、すごい、こんなもん、こんなんプロテインって言われんかったら分かれへんで。そんでね、はい、こっからよ、はい、バナナがあんだよ、はい、チョコバナナあんだよ、はい、え、できるんですか。できんじゃん、中に入ってる栄養は一緒だから味が違うだけで、はい、うん、めっちゃバナナある。へー、匂いも、はい、で、これを、うん、お水も足した方がいいですね。入れてみて、こんな飲み方してる人初めて見ましたけどね。え、こういうのもできたら、まあまあ、飽きないよこれで。よかったらいいですよね。いや、もう絶対いいよ、だって俺はもう確信してる。確信してます。だってプロテインって言われなきゃプロテインって分かんないんだよ。はい、これでもチョコバナナだから、はい、これなってみる。香りはどうですか。バナナ、バナナ、チョコバナナ。本当、本当にチョコバナナ。すごい、めっちゃバナナの中にチョコがある、うん、じゃあ私もこれヨーグルトなんですけど、うん、ヨーグルトにバナナ入れたらバナナヨーグルトになるかな。なると思う。え、ちょっとバナナ、ヨーグルト飲んでみます、まず。あ、うん、すっごい、チョコバナナめっちゃ美味しい。ヨーグルト超爽やか。え、すごい、バナナヨーグルトにしてみよう、うん、チョコバナナだってちょっと少なめ、中のやつ栄養一緒ですもんね、一緒だから、うん、フレーバーが違うだけだから、うん、だから別に混ぜても全然いいんだよ。はい、ちょっとじゃあバナナヨーグルトで。普通に美味しい。これもう牛乳とかじゃなくて水で十分よ、うん、あの本当にさらっと爽やかに飲める、うん、うん、いや後味が喉乾かない。はい、あ、そう、なんか、うん、
じゃあちょっとバナナヨーグルト。バナナヨーグルト。おいしい。混ぜてこんな綺麗に混ざるんだ、バナナヨーグルト美味しい。これで俺も今筋肉が、はい、栄養回復されて、回復されて。で、佐藤さん、私のあの、じゃ飲みながら、飲みながら、うん、始球式、はい、もういいやろ。え、だいたいさ、はい、あ、見たよ、はい、この動画で上がってるやつも、はい、そもそもあの緊張しすぎやね。そう、二通りあんのね、はい、2回目じゃん、はい、今回神宮でやって、はい、楽天生命パーク、はい、2回目じゃん、うん、ってなった時にもう1回やったから、うん、慣れちゃってそれでいろんなことをやっちゃってミスする人と、はい、逆にね、うん、で本当は慣れてるからちゃんとできるのあるけども、うん、はい、完全に2回目の方が緊張してもう見えてないもんね、はい、世界観。やっぱ分かりましたそれ。え、分かったっていうよりも、うん、もうワンショートマンした時点で思ったわ。みんなで撮ってる映像を見て確信したわ、はい、舞い上がってるやないかって言って、いや、あの、しかもプレート後ろから投げ上がった。そうそうなのよ。そうじゃないの、しかも泣いてるやん、はい、もう歓喜やまりすぎやん、はい、もうそれちゃんと投げられへんねそんな神宮の時って正直ワクワクがすごくて、うん、緊張ほぼしてなかったんですよ、うんうん、もう楽しみに投げられるって、うん、なぜか今回今までの中で本当ベストいくつかに入るぐらい、なんか朝からもうめっちゃ緊張してて、え、大丈夫かな私みたいな、本当にこうならないかなぐらい緊張してて、でショートバン投げて、はい、俺むしろ能力が疑われるよもうあの点数はつけれない。そうですね、届くのが大前提。そうですね、届いた中で高いのか低いのかストライクなのかちょっと横行ったのかによって点数が変わるわけよ、ね、そうですね、うん、届いてない。しかも神宮の時届いたのに今回届かないっていう、それはもうマイナスでしょせっかくな駒沢球場まで行ってな、球場借りてやってんのに緊張してもう浮き足立っちゃって周り見えなくてプレートの後ろから投げてショーパンって、もう笑えんぞあープロテインのもうどうするんですか。いやでもまだ、うん、ね、あの次があるかもしれないじゃないですか。そんなんないやろ何回も。始球式マイスター？もういや分かんないけどあるかもしれないじゃないですか。本当どうするんですか。いやでもあれだけ一回もう楽天のところで緊張したんで、もう次は緊張しないでいい球投げられると思います。うん、そうなんですか。はい、だからもう一回ご指導よろしくお願いします。あの楽天のあそこで投げられたっていうことはすごく私も嬉しかったですけど、結果としてはやっぱり私も悔しいです、うん、じゃあもう一回ちょっと、はい、次どっかでできるように、はい、お願いしといた方がいいんじゃない。そうですねもうあれじゃあだって悔しい、あれじゃダメでしょ、ね、楽天の広報の方すごいいい方で、うん、高村さんが投げた始球式、うん、あの毎日見てますけどすごいあったかい空気が流れてましたよって言ってくださったんですよ。そんな言ってくれるやろ、殺伐としてましたよなんて言わへんやろそんなの言わへんやろ。で別にあったかくなかったらそれ言う必要ないじゃないですか。でも言ってくれたってことは、うん、なんかこうあったんですよ。あったの、うん、ちょっとみんなであったかく迎えて、はい、応援してくれたのを、うん、恩を仇で返したんだよね、ワンバン泣いてあたとか言わないでくださいいやでも悔しいけどいい始球式だったなまあでも良かったじゃんね、はい、そんななかなかね、そうです、始球式できないのにね、うん、はい、その仙台でね、はい、できたっていうのはね、うん、多くの関係者の皆さんのね、うん、おかげでね。そうです、本当に、うん、楽天イーグルスもそうです、うん、AJ レーシングさんもそうですし、うん、本当に皆さんのおかげでこうやって始球式できたので、うん、またやりたいですねでもそんなワンバン投げてたらもう言ってくれないよ、ちゃんと努力しないと。もう努力は頑張ってしてるよそんなキツネダンス踊ってる場合ちゃうで。あ、TikTok 見てくれましたか。いやでも本当に良かったです。あの悔しいですけど、すごく悔しい気持ちとなんか投げられて良かったなって気持ちのこうすごくもう半々でこう、まあ、もうこういう感じです。まあでも良かったですね。はい。できてね。本当に嬉しかったです。うん、でもまあ、はい、やっぱリベンジですね。はい、リベンジしたいので、AT レーシングさん含めもう関係者の皆さん。
いろんなところで投げてみたいので。どこでもいいからね。どこでもいいから。もうフットワーク軽いから。はい。もう12球場、うん、どこでもいいからね。はい。うん、でやっぱりどんどん成長していきたいので、うん、こういう球投げられるようになりたいです。それはもうプロテイン飲んで。そんな華奢な腕じゃこうやって投げれるわけないじゃん。そうですね、うん、トレーニング、やっぱトレーニングしてプロテイン飲むのが大事ですね、うん、だからあの、はい、キツネダンスを毎日踊って、はい、でプロテイン飲んでこれダンスして、はい、プロテイン飲んで筋力つけてトレーニングしないと、はい、そうですね。しかもよ、はい、今回ですね、うん、なんと、はい、YouTube 筋トレ大学に出演している元ボディービルダーの山本義則先生が監修されてるんですよ、はいね、こうすごい方ですね、はい、書いてます、ここに、はいはい、裏にも書いてあります、はい、しかも今回、はい、8月9日までセール実施中らしいんですよ、はい、今回飲んだこのバルクスホエイプロテインが1キロ通常3280円が今2580円、めっちゃ今買った方がいいじゃないですか、はい、でソイプロテインあるんですよね、はい、でソイプロテインが通常2980円なんですけど、はい、あの今割引中で2280円なんですよ。結構これプロテインにしては安いですよね。そうそうそう、毎日飲むもんだから、うん、高かったら、はい、なかなかね、うん、厳しいじゃん、はい、だそれを毎日飲んでいく分には、うん、その安いコストで、はい、安く飲めて、うん、それが体に良かったら最高じゃんね、うん、最高ですよ、ね、だからしかもこのね、うん、1キロだいたい33食分らしいんですよ、はい、あ結構1ヶ月持つんだ。そうなんですよ。へしかも、はい、今回このさつざきチャンネル、うん、特別にクーポン発行してくれました。300円、はい、クーポンが、はい、それも一応ねあの概要欄見てもらえると、はい、詳細わかるんで。えセールにさらにクーポンまで適用できるんですね。すごいですね。ねえ、うん、だから皆さんぜひね、はい、ダルビッシュも松坂もね、うん、これねあの山本先生に、はい、フィジカルね、うん、トレーニングしてもらって、その方が監修したというね、はい、でしかも飲みやすいしね、はい、体にもいいし、うん、そういったところではねぜひ皆さんにね、はい、これを機会にね試してもらいたいですね、はいはい、本当にこれ私今試してすっごく飲みやすかったんで、うん、しかも美味しかったんで、そうだから朝のご飯としても飲めると思う、うん、はい、だって俺とか、はい、子供の時とか、うん、その高校生までずっと朝ごはん食べない派なんだけど、はい、プロテインだけ飲んでたから、はい、朝プロテインだけゴーゴーゴーって飲んで、へあの秒で朝ごはん終わりみたいな忙しい朝にはいいですよね。そうそう、だからそういったところでもね、うん、いろいろ組み込んでもらえれば今でもね、はい、すごいお安い価格でね、そうですね、お求めになれるんでね、はい、ぜひ概要欄をチェックしてもらいたいですね。はい、で浜間さんもね、はい、しっかりあのいろんな味あるから、はい、もう持って帰って、はい、トレーニングして、うん、飲んでもうちょっと筋肉を筋肉質のいい筋肉つけて、はい、次回、はい、あったらね、はい、ちゃんと、うん、投げれるように、うん、しましょう。頑張ります、はいはい、ということでね、まあ、今回は袴田さんの始球式、はい、反省会っていうところとですね、はい、元関係者の皆さんありがとうございました、はいはい、あのバルクスのこのね、うん、ホエイプロテイン、はいね、各種いろんな味ありますけども、うん、それのですね、はい、皆さん宣伝というかご紹介、はいでね、ホエイプロテイン、そしてソイプロテインもあります、はい、ぜひ概要欄からチェックしてください、はい、ということで袴田さんプロテインを飲んで頑張ってください、はい、次回のために、はい、頑張ります。